なんで私が罪感じなきゃいけないんだよ。私6歳の時に変な男に変なことされたんで、自分の体なんか好きな人とできる体じゃないなって。玲子さん、知らない間に見違えるほど綺麗、何も知らなくても幸せになれるかな。